ネズミを何のために？キーラ、何をしている？ゲラルト驚かせないでよ。エルフの隠れ家から持ってきたランプか。ネズミとは何の話だ？何でもないわ、後で説明する。それよりどういう風の吹き回し？頼みたいことがあると言ってたな。ええ、今でもね。ウィンダマー湖の呪われた島のことは聞いたことがあるでしょう。この土地の農民はあの島に取り付いた勇気のことをずっと話してるの。あそこに行った者は誰一人戻らないとか。なぜ呪われたんだ？わからないのよ。かけられた呪文を解きたいけど、その正体がわからないままなの。手がかりぐらいは。呪いはニルフガードが攻め込んできた時、この辺りの領主ブセラドが逃げ込んだ塔と関係しているらしいわ。村人が言うには、飢えた農民たちが食べ物を求めてファイク島に行ったとか、そこで惨状にあって命を落とした。どう？呪いを解くのを手伝ってくれない？こういうのは得意でしょ。わかった、手を貸そう。断れないと思ったわ。とにかくファイク島に行ってみる必要があるわね。それでどうするんだ？島の亡霊なら呪いの出所を教えてくれるはずよ。彼らと心を通わせる必要があるんだけど、方法がわからなくて。彼らが話してくれると思うか？もちろんよ。この魔法のランプを持っていけばね。終わった後ランプをあげるわ。お礼の代わり、きっと役に立つはずよ。ランプがどんな風に役立つんだ？こうすれば何か起きるのか？魔法で何かやるのか？こする必要すらないわ。骨があってささやき声が聞こえるところに置くだけでいい。そうね、警告しておくけど、あんまり気持ちのいい経験にはならないと思う。では報告は気持ちのいい経験だけにしておくよ。それも必要ないわ。ゼノボックスをあげる。それがあれば離れていても話ができるの。見たものを話してくれれば、するべきことを指示するわ。出発の前に他に言いたいことは？もうないわ。早く行きなさいよ。ファイク島で何が見つかるか待ちきれないわ。終わったら報告に来てね。それとゲラルト？ん？ありがとう。ゲラルト、二度と会えないかと思ったわ。シリの居場所が分かった。ケイアモルヘンへ連れて行きたい。本当に？よかった。でも、私に言うなんて何か理由があるんでしょ？あの子を見つけたら、ワイルドハントがそれを知り、襲ってくるだろう。撃退するのに力を貸してほしいんだ。ああ、困ったわ。手伝ってあげたいんだけど、この素敵な声だめでの仕事が忙しくて。そうね、先に仕事を手伝ってくれたら。ああ、考えさせてくれ。いつでもここに来てね。それではな、キーラ。
もうすぐ着く。待て、このゼノボックスはこちらからも連絡できるのか？私の何だって？頼りになりそうだ。そこら中ネズミだらけだ。生きてるのと死体と、こいつらの餌は多分。キーラのランプを使ってみよう。穏便に話をする気はなかったようだな。地下、ここで大勢が死んだようだな。
誰かが床の上を何か引きずっていったようだな。それも何度も。誰かが床の上を何か引きずっていったようだな。それも何度も。研究室のようだな。すごい設備だ。人体実験か。魔術師神秘会がまだあったら見逃されることはなかっただろうな。怖がらなくていい。この島を支配している呪いを解きたい。君のことを教えてくれ。他の亡霊たちには俺が見えないようだが。ここで何があった？農民たちが食べ物を求めて渡ってきたというのは本当か？それはどんな薬だった？匂いや見た目を覚えているか？魔術師を信用しなかったのか？何かされたのか？毒だったのか？それで死んだのか？眠り薬か。効き目が切れてなかったから麻痺したままだったんだな。どうしてほしい？
君の恋人は？彼も死んだのか？君が彼を許せば呪いの力を消せるかもしれない。この島を浄化できるはずだ。見た限り呪いの中心は君のようだ。この島にいる亡霊たちが持つオーラは君のものほど強くない。君と話し始めた途端にメダルが脈を打ち始めた。君の血がこの土地と強く結びつき呪いを生み出していることはあり得る。だとすれば怒りの元であるグレアムを許せば呪いを解けるかもしれない。よし、グレアムに話そう。彼はどこにいる？愛していたなら君のことを忘れるはずはない。
くない。だがそろそろほっといてくれ。男爵の連中にやられたらおとなしくなる。話がしたい。聞こえなかったのか。何度言えば。お前は誰だ。ウィッチャーだ。それが何だ。何の用だ。島に行ってきた。あそこで何があったか知っている。何の用だ。アナベルのことで話がしたい。アナベル。なぜ彼女のことを。彼女に会って話もしてきた。アナベルは死んだ。毒を飲んでな。俺は彼女を救えなかった。ファイク島で何があった。教えてくれ。知りたければ教えてやろう。ミリー、フィンチ、フォークナーが仲間と島へ渡って貴族に奪われたものを奪い返そうとした。あいつらは俺が塔の奴らと面識があることを知っていた。俺が魚を売りに行けば門を開けると。行きたくなかったのか。いや、チャンスだと思ったんだ。アナベルと一緒に逃げる。だが実際は全てがめちゃくちゃになった。村から来た男たちは手当たり次第に塔の人間を殺し始め、アナベルに乱暴しようと。それでアナベルは毒を飲んだ。魔術師が渡していたんだろう。俺は塔を走り出た。死にたい。奴らを全員地獄に落としたい。そんな呪いの言葉を叫びながら。これ以上は話したくない。もう勘弁してくれ。あれは毒じゃない。アナベルが飲んだのは強い眠り薬だ。魔術師は彼女を守るために彼女が死んだように見せかけたんだ。でも彼女はもう。彼女と話したと言っていたな。彼女の霊と話した。彼女が目覚めた時、塔の中は死体とネズミだらけだった。ネズミは温かい肉を見つけて生きたまま彼女を送った。つまり彼女はずっと生きていたというのか。そんなバカな。全身が冷たく死体そのものだった。揺り動かして目を開けてくれと叫んでも何も。お前の力がなければアナベルの魂は決して安らげない。でも何ができる。もう手遅れじゃ。彼女の骨を葬ってやるんだ。愛する者の手で永遠の眠りにつかせてやれ。島の呪いを解くにはそれしかない。これが彼女の骨。そうだ。貸してくれ。それから一人にしてくれ。死んでいる。アナベルはただの亡霊じゃなかった。ペスタだ。彼女は自由になったか。エスグレイアンクエルボイラファレロンイペアサイ。
気をつける。ゲラルト、二度と会えないかと思ったわ。ファイク島から呪いは消えた。今まで黙ってたわけ？ゼノボックスを持ってたでしょ？それで、あの呪いの正体は何だったの？闇の力が領主の娘アナベルの霊に取り付いていた。解き放つために恋人グレアムの助けが必要だった。うまくいったの？まあ、呪いは解けて島は浄化された。アナベルの魂も解放された。ただ彼女はペスタになっていて、グレアムは死んだ。先に気づけなかったの？らしくないわね。ともあれ、ファイク島の呪いは解けたのね。大事なのはそこよ。まあ、いい仕事をしたと思うわ。ランプだが、どうすればいい？約束通り、それはあげる。島が浄化された今、私には必要ないもの。実は一緒に行かなかったことを後悔してるの。埋め合わせをさせてほしいわ。一つ気にかかるんだが。何？アナベルはアレクサンダーが病気の研究をしていると言った。カトリオーナとか知っていたか？魔術師全員が知ってたわ。アレクサンダーは伝染病学者だった。彼の手記を研究したかった。でも彼は用心深くそれを守っていたの。よし、そろそろ失礼する。ねえ、もう少しだけいてくれない？ちょっと頼みたいことがあるんだけど。なんだ？ノビグラドから材料を取り寄せてるの。昨日商人が到着する予定だったけど、まだ来ないのよ。どうなったか確かめてくれる？かなり大事な荷物なのよ。いいとも。ノビグラドからここへ来るなら、ブラックボーを通ったはずだ。そのあたりを調べる。ありがとう。心から感謝するわ。